どうもこんにちは、そうやです。いや寒いですね。はい、今回からですねこちら、ダットサントラック、先日たたきさんの方で、名義変更と、まあ、全体的にチェックをやっていただいたんですけど、今回はその時に見つかったショックが折れちゃってるやつ、それを修理していきたいと思います。今の状態はですね、フロントが低くてリアの方が、純正車高という状態で、この車以前はトランポかな、まあバイクを乗せるような感じで使われてたっぽい雰囲気があったので、できればある程度前後下げた上でちょっとかっこよく仕上げたいので、今回はですね、ローダウンブロックもちょっと使って車高のダウンをやっていきたいと思います。トラックの足回りいじるの実は私やったことないんで、ネットでざっくりと調べてとりあえず今回作業をするという感じになります。はい、というわけで今回はね、頑張っていきたいと思います。それでは始めていきます。はい、というわけで改めて見てみましょう。もうがっつり折れてます。でちなみに断面はあんな感じです。取り付け部分のネジが腐食で折れたんですね。今回は反対側のショックも交換します。外れるかな、不安だわ。はい、というわけで今回、交換する部品たちをちょっとご紹介します。まずショックはですね、こちら TJI 製のショックに交換します。こちらはミニトラック用の、リアショックになります。一応、ざっくりと見た感じ適合するのが結構ダットラは少なかったんで、とりあえず検索でヒットしたこちらを、購入しました。はい、こちらねショックの本体です。品番の方は DJM の2015というサイズです。一応最初から、まあ、ブッシュも当然新品ですし、先ほど折れていた側のブッシュも付属しております。このショックが2本、そしてこちらがローダウンブロック、メーカーはベルテックっていうメーカーさんかな。まあどちらも多分海外だと思うんですけどね。はい、こちらは、U ボルト、そしてローダウンブロックキットです。今回かなり迷ったんですけど、ちょっと試しに3インチで取ってみました。若干こちらね、傾斜がついているんですけど、確か傾斜のこの低い側がフロント側だったような気がする。ちょっと後で調べとこう。で、私あのこれ注文した後に知ったんですけど、3インチって車検ちょっと微妙らしいですね。まあ車種によると思うんですけどね。なんでもしかしたら後々2インチに変えるかもしれません。早速これをね、取り付けしていきたいと思います。はい、というわけであちらね、交換していきたいと思います。見えねえ、あ、見えた。よいしょ。たたいて落ちると思ったのに。いや、これ回るん。いや、これ回る？回るんかも。やばいな。がっつり腐食で折れちゃってますね。もうねブッシュもポロポロです。でこれが折れた側ですね。まあ、ブッシュがポロポロというよりも完全に張り付いちゃってて、パイロットエンドプーラーを使
ってなんとか抜けんかなって思ったんですけど、結局は最後ハンマーでした。やっぱハンマー最強。こちらの新しいショックに交換していきたいと思います。はい、純正との比較です。こちらが古いやつ、そしてこちらが新しいやつ。ショックは長くなっております。一応こちらの、白い新しいショックの方はノーマル車高から4インチまで対応しております。最初ね、ローダウンすればするほど長いショックが必要になるって知らなくてですね、購入する前はちょっと不安だったんですけど、構造を見てああなるほどなと思いました。はい、こちらね、セットでいただいてたホイールなんですけど、もともと白色になってたやつを、改めて黒に、塗装していました。缶スプレーのやっつけ塗装ですけど、意外とうまくいきました。さあ、これをつけるんですけど、ローダウンブロックをかます予定なので、干渉しないかだけちょっとチェックも、したいんで、それを兼ねて、取り付けをしたいと思います。よいしょ。当たり具合よ、よっこいしょっと。おー、際どいけどかわしてるな。ということは結構ローダウンのブロック入れても干渉しなさそう。オフセットがね、結構外に出てて、計算したらプラス5ぐらいだったかな。あんまりね、太いやつだとここがね、これが干渉しちゃうんですよ。はい、いいですね、かっこいい。あとはこの後ろの部分、ちょっとローダウンブロックやっぱかましたいな。ちょっとローダウンブロックね、つけようと思って作業してたんですけど、いろいろ問題が実は見つかっちゃって、ブロック自体を一回ちょっと加工しなきゃいけないかも。だからちょっとそのブロックの加工をね、やっていきたいと思います。どうしよう、やってもらおうかな。よし、じゃあ作業続けてやっていきましょう。わっ、シャシーブロック塗りすぎやろ、全部埋まっちゃってる。マジかよ。あ、ダメだな、流れてくる。はぁ、読むかな。あ、いやマジか、できてる。よいしょ。ソケットが壊れる。うわ、壊れたんちゃうんか。しんどい。うっそ。うわ、びっくりと思って。くそ、インパクト欲しいな。特大インパクトか。また。よっ、こいつよ。ああ。てかよ、いや、きついな。よっ、おいしょ。おい、よいしょ。よっしゃ。はい、というわけで、ようやくロアの切り離しが終わりました。いや、買った。外してみたらね、意外とナットの原型は残ってましたけど、もうね、シャシーブラックまみれで、
疲れた。はい、じゃあ次は、こちらのホーシングの部分を上にちょっと持ち上げて、こちらのリーフスプリングと、ちょっと固着しちゃってるんで切り離しをしていきます。さあ、うまく離れてくれるかな。怖っ。持ち上がらんでよ。降りてくれ。うわぁ、降りないね。いや、怖いねこれ。ちょっと上げて上から叩くか。大丈夫よ。じゃあ、ホーシング抜けたんで上に上げます。はい、これで。おお、怖いな。ゆっくりゆっくり、ブロック分だけ上に上げます。はい、というわけでやっとね、ロアリングブロックをつける準備が整いました。というわけでこちら、たたきさんのところで加工してもらいました。3インチをつけたら15インチの今ホイールを履いてるんですけど、ホイールに接触しそうなくらいショックの受けの部分が下がっちゃって、これはまずいなって思ったんで1インチ分削っていただきました。なんで実質2インチです。では最初から2インチ買っときゃよかった。というわけでこれを、まずつけるのと、そしてこちらの部品も新しく交換していきます。3インチから2インチに削っちゃったんで、このネジ山がね大丈夫かなって思ったんですけど、これが一応元のついていたやつですね。ネジ山の部分を見てみると、純正よりもちょっとだけですけど、高めの位置にネジ山切ってあります。なのでこちらの部品は、まあ、基本的に純正サイズまでカットしたら、対応できるというタイプになるんで安心しました。で、取り付けた感じとしましては、ここにね、あの突起があるんですけど、この突起にこのロアリングブロックの裏側のこの穴を合わせる形で差し込みます。これ高さがね前後違います。これローダウンすることでデフの角度を調整するために、こんだけね高さに違いがあるんですけど、低い方がフロントです。もし間違ってたらコメントですいません教えてください。はい、というわけで、早速ねこれを取り付けていくんですけど、全体的にねサビが、まあ当然ながらね出てるんで、一回ちょっとお掃除してシャシーブラック拭いて綺麗にしてから取り付けをしたいと思います。低い方が前です。取り付け後はちゃんとね、ブロックの上側と下側が、きっちり密着していることを確認しておきましょう。で、下側はねこちらね、ボルトが余ってしまうんで、もうつらつらに切らないで1センチから 1.5 センチぐらいちょっと余らして、サンダーで切り落とします。はい、というわけでロアリングブロックを取り付け終わりました。大体2インチで、まあこんな感じです。そして、この通りショックも変えたんで、あとはねホイールをつけるだけです。ちょっとね、下が散らかってるんで、先にお片付けをしてからホイールを取り付けたいと思います。どんな感じになったかな。はい、まあこんな感じ。だいぶ下がったな。あ、全然余裕ですね。いい感じに下がりましたね。じゃあちょっと一回外に出してみましょうか。
はい。いや、相当下がったな。めっちゃいい感じ。ちょっとだけ前のめりになってるのがまたかっこいいな。後ろを下げる前はちょっとね、前のめりになりすぎてたんで結構座る姿勢的にしんどかったんですけど、ローダウンブロックつけたらめっちゃ楽、そしていい感じにかっこよくなった。はい、2インチの車高でまあ大体これくらいですね。いや、いいじゃん、かっこいいじゃない。はい、というわけで作業の方終わりました。どうですか。いや、いい感じに下がりましたね。そして折れていたリアショックも直って、これで何も心配することなく公道を走れるようになりました。はい、というわけで今回の動画はここまでになります。またこのダットさんトラックをですね、ちょこちょこ自分の好みに手直ししてカスタムして楽しみながらやっていきたいと思いますので、よろしければまたご覧いただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。